どうも、谷間さんです。皆さん、いつも見ていただいてありがとうございます。はい、やってまいりました。皆さん、いいものがあります。こちらを皆さんにご紹介したいと思います。いやね、これはね、ちょっと待ちに待ちましたよ。ついに、こちらです。じゃじゃーん！アストラ X ニューフレームが出ました！いやー、いいね。ジョンさん、ありがとうございます。ねえ、ほら。タニプラスワン。これ、タンプラスワンってなってるんですけど。OK。こちら、ニューフレーム SL5。ということなんで、今回はこちらの開封動画を行いたいと思います！ではですね、これから開封していきたいと思いまーす。楽しみ！いいね。どんな感じになるのかなー。楽しみでーす。はい。では、開けていきたいと思いまーす。じゃ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 ーん。おぉー。おぉ、シールが入ったんだよ。はい、ね。さあ、切って。おぉ、で、おぉ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 、非常に、フレーム点数が少なくなっております。さあ、組んでいきましょう。はい、そしたらすごいね、足がもうこんな感じなんだね。え？柱がないじゃん。あ、そうか、ないんだよね。そうか、感覚がもうおかしい。すげえな。なんか超シンプルイズベスティングなっているね。さあ、こいつをこうだから、こういうことね。はい、そしてバンドをつけましょうってことね。これでバンドをつけると、すごいシンプル。これだけ。皆さん、完成しました。はい、じゃーん。見てください、これすげー軽い。軽いよ。ちょっと測ってみようか。皆さん、これ 81g ですって。軽っ。いや、これかなりの戦闘能力が出るんじゃないでしょうかね。まあ、なんかシンプルになりましたね。なんか本当に土台とかも、ここにフラコン置く感じになるんで、なんかすげー、なんか作りやすい感じになりました。まあ、あとはこれで、その、どのぐらいの動きになるか、そういうのとかも、いろいろ今後ね、チェックしたいと思うんで、次はメカを乗せたいと思います。ぜひ皆さん、こちらね、エアロ SL5 ゲットして、見てくださーい。素晴らしい。まあ、こんな感じですね。皆さん、ぜひ動画を見てくださーい。以上、タニプラスワンでした。チャンネル登録よろしくねー。またお会いしましょう。バイバーイ。アビアントー。